こんにちは、のりたろうです。今回は大切な資産である金貨や銀貨を変色から守るための方法というのを、なぜそうするのかという理由も科学的に添えてご紹介したいと思います。私はコイン投資初心者ですが、初心者だからこそ初心者のわからないことがわかると思っております。なので私の動画では初心者目線で大切だと思った点について発信しております。金貨や銀貨などの現物資産は手に取ることができる代わりに、傷つけたり腐食することによって資産価値を大きく下げてしまうというリスクがあります。特にアンティークコインやモダンコインは傷や腐食具合も込みでグレーディングされるため、保管方法に注意する必要があります。ということで今回はこの項目でお話ししたいと思います。1番金の特徴、2番金貨の変色の理由、3番銀の特徴、4番銀貨の変色の理由、5番変色しないための対策ということで、1番から参りたいと思います。まずは金という物質というのは、原子番号が79番の繊維金属というのに属する原子になります。で、一番大きな特徴として、なかなか他の元素と化合しないという性質があります。科学的には、全ての金属の中で陽イオンになりやすい性質というイオン化傾向っていうのがあるんですが、それが最も小さいということで、こちらが、イオン化傾向の一番下の方ですね、低いのが一番下になるんですが、一番下に金、次にプラチナで、イリジウム、パラジウムときて、銀、水銀、銅と続きます。ということで、イオン化傾向が低いということは、一般的に他の物質との反応性が低いということを意味しますので、酸素なんかとの反応性も低いということで、金は錆びにくいということになります。ちなみにこちらが空気中の酸素と金属との反応を示した表になりますが、金やプラチナというのは一番、図の右のところ、反応しないと書いてあります。また、銀は反応しにくいとなっています。で、ツタンカーメンの金の棺とかですね、あとは金閣寺の、などの歴史的な遺産っていうのが、数百年数千年経過しても輝きを放っているというのは、この理由によります。金はその他に叩いて伸ばすことができる天然性っていうのがありまして、古代より装飾品として使われたり、あと導電性も高いので、あと腐食しにくいということで、電子部品にもよく使われたりします。で、二つ目の金貨の変色の理由ということで、先ほどお話しさせていただきました通りで、純金の場合は基本的に、メンテナンスフリーと考えていいかなということになりますが、ただし自然に存在する金っていうのは通常 10% ぐらいの銀が含まれており、銀の含有率が 20% を超えるとエレクトラムと呼ばれております。エレクトラムというと、紀元前670年頃の世界最古の、金貨と呼ばれているリディア王国のエレクトラム貨が有名ですね。こちらは金銀の合金となります。という具合に、金にはもともと銀などの他の金属が含まれているため、アンティークコインの場合はメンテナンスフリーというわけにはいきません。またソブリン金貨などは、使用で金の純度が 91.67% の標準金と定められているので、8.33% ぐらいは、銀とか銅などの金属が含まれているということになり、こちらも、銀や銅に準じた保管っていうのが必要ということになります。ということで、金貨の変色の理由は銀などが原因のため、次の銀の項目で変色の理由をご説明します。
ということで3番目の銀の特徴に移りたいと思います。銀は原子番号が47番のこちらも金と同じ繊維金属で、最大の特徴は全金属の中で電気の通しやすさという、まあ、導電率と、あとは可視光線の反射率が最大ということになります。元素記号の Ag というのは、ギリシャ語で輝くを意味するアルギュロスに由来するとされています。なので古代から装飾品として用いられてまして、紀元前5000年ほど前のメソポタミア文明の遺跡からも銀の装飾品が見つかっています。ただし銀はイオン化傾向がまあ比較的低いので、まあ、鉄などと比べると酸化はしにくい、まあ、つまり錆びるというのは少ないんですが、大気中の硫黄成分と反応して黒ずみやすいという特徴があります。銀が古くから支配階級とか、あと富裕階級に、まあ、食器の材料として用いられてきた理由の一つとしては、硫黄化合物とかヒ素化合物などの毒を混入された時に、すぐ化学変化による変色で異変を察知できるからだという説があります。で、まあそういった硫黄化合物に対しては反応しやすいということになります。ということで、あの4番目の銀化の変色の理由に参ります。先ほどの繰り返しになりますが、銀は金やプラチナなどの貴金属の中では、まあ、比較的化学変化しやすく、空気中に硫黄化合物ですね、こちらは自動車の排ガスとか、まあ、温泉地であれば硫化水素などが含まれていると、表面に、硫化物ですね Ag2S が生成し黒ずんできます。これを、硫化と言います。日常生活の中で硫化を促す硫黄の含まれたものを例に挙げますと、化粧品、あとは洗剤、あとはゴム製品、あとは紙ですね、あとは玉ねぎなどの食品などにも含まれています。なのでコインを輪ゴムで束ねてはいけません。また紙の原料のパルプにも硫黄成分が含まれているため、紙でくるんだりするのも良くないです。また、皮膚とか髪、爪を構成しているタンパク質の成分であるシスチンというアミノ酸にも硫黄が含まれているため、銀貨は、絶対に素手では触らないようにしましょう。また銀に限らず、金属の酸化というのは湿度の影響を受けます。日立製作所で2009年に報告した論文がありまして、こちらの論文では銀の腐食の厚さですねを計測してるんですが、相対湿度、まあ、湿度に対しては 2.1 から 2.5 乗に比例して、あと H2S ガス、まあ硫黄のガス濃度に対しては1乗に比例するということで、銀の腐食に湿度が大きく関わっておりまして、高湿度が銀の腐食に大きく影響すると結論付けています。またごく稀に塩化反応も起こります。家庭用の漂白剤のほとんどは塩素系になりますので、塩素系漂白剤が付着すると塩化の原因になりますので注意が必要になります。保管の際は、ジュエリーボックス、まあ、ボックスのなどのケースにゴム系の接着剤が使用されている場合は、接着剤から硫化ガスが発生して変色の原因となる場合があります。また空気に触れさせないためにラップにくるむと、そのラップの素材により塩化の黒ずみの原因になる場合がありますので注意が必要です。また光で変色することもあるため、直射日光は絶対に当たらないようにすることが必要です。なので保管環境というのは十分に注意が必要になります。ということで、5番目対策ですね、変色しないための対策としては、まず保管の例としましては、市販のジップロックですねな
などのポリエチレン系の袋で保管すると、ポリエチレン系の袋っていうのはガスを、まあ、ある程度透過するので硫化反応を完全に、防ぐということはできませんが、なるべく空気が入らないようにして、また、湿気により変色を早めてしまう恐れもありますので、乾燥剤を入れて密封することで若干変色を遅らせる効果があります。また市販のシルバーセイバーというこちらの耐腐食の薬品が塗布してある紙でくるむと変色を極力遅らせることができますので、こちらも一緒にジップロックの中に入れておくと効果的です。あとシルバーセイバーは、まあ、紙の文字が書いてない面が薬液が塗布されているということなので、まあ、そちらの面をシルバーにあてがうと。で、有効期限が最長2年ということなので、1年おきに交換が推奨されています。まあ、ちなみに先ほどの、シリカゲルは青い粒が入っていて、その青い粒がピンクになると湿気を吸ったということになるので交換の合図になります。まあ、シリカゲルは再生することが家庭でもできまして、レンジできちんと温めてピンクになった粒が青に戻るとまた乾燥した状態になりますので、それをまた袋に詰め直して入れれば再利用できます。また空気成分を遠ざけるために真空パックシーラーを使われるのも良いかと思います。今はこのような、機械も数千円で買えますので、この辺の商品のリンクは概要欄に入れておきます。そしてそれらをさらに大きなジップロックでもう一重くるんで保湿剤を入れておくと、コインをくるんでいるジップロックのガス交換が、まあ、大きなジップロックの中の空気と小さいジップロックの空気とのガス交換になるために、さらに腐食をまあさらに倍っていうかですね、2乗の効果が期待できるということになります。まあ、それをこのような金庫に入れてもいいと思いますし、このような市販のカメラ用のドライボックスなどに入れておいても良いかと思います。ただカメラなどにはゴム製品が使われているかもしれませんので、硫化を防ぐためには一緒に保管するものはまあ、ゴムとかはちょっと厳禁ということで厳選する必要があるかもしれません。また鑑定済みコインが入っているこのようなですね、スラブケースですね。スラブケースはスラブに不活性添加剤っていうのが含まれておりますので、その点では安心になります。そして、購入時のインボイスとかですね、領収書、まあ、いろいろな記録の書類ですねとか、あと段ボールの箱とかですね、そういうのは一緒にしたいところなんですけど、まあ、先ほどもお話しましたけど、紙にも硫黄成分が含まれますので、なるべく別の場所に保管した方がいいかと思います。なのでごちゃごちゃと申しますが、結論としましては、まず金貨銀貨は、まあ、一番いいのはやっぱりこのスラブですね。このスラブケースに入れてしまうというのが一番いいです。で、裸の銀貨などはこういったコインカプセルにまず入れて、なるべく空気の流れがないようにすると。で、こちらを、シルバーセイバー、シリカゲル、これですね、二重にシリカゲルとシルバーセイバー、先ほどあったシルバーセイバーをジップロックに入れて、まあ、ジップロックや真空パックですね。で、こういう形で入れる。で、空気を抜いて保管するといいかと思います。で、これをさらに、このように、まあ、大きなジップロックにですね、これを入れて二重でくるんであげると。
で、この中にもこういったシルバーセーバーを入れて、シリカゲルも何個かポイポイと追加してやると、二重で、で、これを金庫とかですね、ドライボックスに保管すると良いかと思います。で、あくまでも書類などは別の場所に保管した方が、まあ、無難かなと思います。という保管の仕方が、まあ、あくまでも一例ですが良いのかと思います。で、今回動画で紹介した商品の一例というのは概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、どんなものなのかと気になる方はご覧ください。で、このあたりの保管方法はすでにご存知の方も多いかと思いますが、銀シルバーゴールドチャンネルさんの動画でも、まあ、過去動画で詳しくお話しされてますので、合わせてご覧いただくと良いかと思います。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒に、レッツコイン。ご視聴ありがとうございました。